はい、おはようございます。フィッシングスーパースターです。今日はむちゃくちゃ寒いな。これここはね、函館にやってきております。函館です。桜マスをね、ジギングで釣るために函館にやってきてるんですけども、今日はデイズ2、2日目です。日曜日なんで満船の新大丸さんに乗ってますので、まあまあその皆さんの様子見、どんなのがいいんかなみたいな見ながらやっていきたいと思います。寒い中桜マス求めてやっていきたいと思います。最初のポイントで到着。さあやりますか。最初は村正のね、 150g のこの黄色青ゼブラ、これファルクスの30がついてます。パスッと早いうちに釣ってフィーって乗りたいですね。今日はテンションエネルギーがめっちゃ人おるもんな。はい、どうぞ。はい、30から上、棚が69mのボトムなんですけども、30より上を探るということです。もうそろそろオールモース。おついてきて、あ、ついてる、ついてる、ついてきて、あ、そういうこともう釣ってるやん。ほら言ったやろ、その色はフグ天国だって。今ついてきてたよ、それにフグか、フグかな、ついてきてたのも。まあサムね、ああ、お、来た。おお、お、マスっぽいな。え、なんぼ？おお、マスっぽいな。ああ、バカにくなったな。最初はっぽかったな。お、叩き出した。お、マスじゃね。あ、マスマスマス。違う。違う。何？ボケかボッケ。まあ、ボッケ。めっちゃぽかったな。ナイスオッケーな。ナイス。ナイスオッケー。イエーイ。うわー、ホッケダブルや。ホッケ祭りになっとるね。よいしょ。おお、でかっ、何あれ、ソイ、ソイ30で食ったけど違うね、これはものが。おお、やっと食いました。今日初、あ、僕釣ったか。戦んね、これ。っていうか重いだけですな、これ。誰ですか、あんた誰ですか。お、お、お、おー、おー、油っこやね。おー、抜けない。よいしょ。おー、危ない危ない。アイナメやんね。アイナメやんね。なんかちょっと混色出てね。結構上で食ったで。アイナメです。アイナメ太いな。
なあ、よし、アイナメス、まあまあやな。よし、よし、40ぐらいか。アイナメです。なんか寝坂のつになっとるな。タラツのタラ。あ、乗った。タラかな。ボトムで当たったのにな。よし、タラかな。ボトムで当たったのにな。よし。おかわりありがとう。お、おほ、これは狙い通りじゃないですかね。重いっすよ。おお、引いた引いた引いた。おおおおお、めっさ引くで。あ、今日の山場や。やっぱりましたわ。おおほほ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 。超すげえ。あと33メーター。うー、28メーター。あと18メーター。よいしょ。そうそう、目視できるはず。8メーター。5メーター。あ、見えた。でかっ。でっか。でっか。やったー。でっか。やったー。狙い通りや。ただ釣りたかったんすよね。てか、うわ、くっさ、タラのうんこ超臭いな、これ。やば。くっさー。オーマイゴッドやな。よし。やったりました、デラックスマックスデラックス。いいえ。タラちゃん、あー、めっちゃ嬉しいわ。まあまあ太いよね。もっとガリガリしか釣れないのかと思ってた。ほっといてくれ。ちょっとで、ちょっとでやめんの、リアルやからやめて。まあ、サムネやりますか。まあ、サムネ子供に反応ある。寝うや寝う。寝う。あそこ着いた。とりあえずマスを釣る前に先にホッケを釣らなければ、ホッケを。
鳥が飛んできだしたね。イワシが入ってきたかもね。濃いな。お、お。こんなことしたけどね。これは絶対サクラマスよ。え、え？ダメだ。ボトム付近。サクラマスですよ。お、かかった？あ、絡んでるね。多分ライン絡んでるわ。もっと上げて上げていい？同調して上げて。おーおー、気をつけてよ、気をつけてよ。違う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 船長。おーおーおーおお。まだ23メートルあるよ。おお、首振り寄った。12メーター。うう。めっちゃ入るな。おお。よし。うわ、誰かライン絡んでないこれ。よいしょ。あと9メートル。えらい粘るね。ほら、まっすぐと前も。下顎にヒゲ生えとったけど。うー。だから、やっぱライン絡んでるよね、これ。あ、絡んでないか。でかっ。でかっ。でかっ。ハハ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 ハすごいパンパンやな。やば。正宗155。サクラマスです。うわ。港戻ってきました。今日はヒゲの生えたサクラマス。まあまあ、こういう悪い日に当たる天才なんで何とも思ってませんけども、船中1本だけ結構乗ってますよね。8人9人ぐらい乗ってて、船中1本だけのサクラマス、早い段階でタラを狙って、まあタラついたから僕は嬉しかったです。良かったです。サクラマスジギング面白いですね。僕ら川でサクラマス狙ってたんで、海でジグでサクラマス釣ってるのはちょっと抵抗感が正直あったんですよね。まあ川で釣ったことサクラマスやみたいなね、そこはなくはなかったんですけども、ジグでやってみたら面白かった。で、コンディションにすごいね、極太のサクラマスが釣るっていうのも魅力だと思います。今回もすごく面白かったんで、またサクラマスジグやりに行きたいと思います。ほな。